大田市運動公園は、群馬県大田市にある、大田市立の都市公園である。施設は、大田市が所有し、運営管理も、大田市が行っている。1974年3月に完成。走路は8レーンの日本陸上競技連盟第三種公認競技場。照明設備は簡素なもので照度が低く、ナイターの公式戦開催は、不可能。 ジャパンラグビートップリーグに所属するパナソニックワイルドナイツの主催試合が例年開催されている。また、1992年の J リーグカップ公式戦カシマアントラーズの開催実績を有する。1979年会場。以来、アマチュア野球公式戦が行われているが、公式野球においてはもっぱら社会人野球で使用されており、高校野球が行われることは、 ほとんどない。また、市内に活動拠点を置く、スバル公式野球部の練習グラウンドとしても、使用されている。2002年に改修され、群馬県内の野球場として、初の全面人工芝となった。老朽化に伴い、全面的な改修工事が実施された。2008年にベースボールチャレンジリーグに加盟した、群馬ダイヤモンドペガサスが、2014年まで公式戦の一部を開催した。 チームは2014年に高崎市城南野球場を本拠地と定め、翌2015年から2017年までは大田での公式戦開催がなくなったが、前期の改修工事が完成した2018年8月5日に4年ぶりに試合が開催された。1976年に完成したサッカーラグビー専用スタジアム、両毛広域都市圏に属する市町村の住民は、 大田市民と同等の条件で利用可能。軟式野球場として一面、少年野球場、またはソフトボール場として二面の使用が可能。サッカー場や陸上競技場としても使用される。フィールドは野球使用時の内野がクレイで外野部分は天然芝。1981年に開館。ABC 大田市運動公園陸上競技場。トップリーグ。 2013年10月4日閲覧。ABCD 会場案内。群馬クレインサンダーズ。2013年7月24日閲覧。都市公園一覧。臨場館と曲線美演出大田市野球場の改修概要。産経新聞。 http://www.sankei.com スラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ160225スラッシュ rgn160225 0045-n1.html2018 年1月29日閲覧。PC リーグ2018後期に一ベースボールチャレンジリーグ両毛広域都市圏、総合整備推進協議会。 体育館の概要、2013年7月24日閲覧、AB、大田市運動公園市民体育館、V リーク、2013年10月4日閲覧、ありがとうございます。